はい、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、ワンピース第1032話おでんの愛刀の話をしますので、まだジャンプ読んでない方はですね、ぜひこの動画すぐにですね閉じてもらってですね、そしてすぐにもうお風呂に入ってすぐに寝てください。で、なんといってもですね、もう最後のですね、あの小紫ですよ。皆さん、あれ本物だと思いますか、それとも偽物だと思われますかね。まあ偽物だとしたら勘十郎の絵ということになるんでしょうか。まあ今回の動画ではこの話にちょっとスポットを当てて話していきたいと思います。でですね、ちょっとナレッジキングが控えておりまして、もう編集もほとんどしない状態で、出すと思います。ちょっとすいません、見にくかったら、はい、ご了承いただければなと思います。でもですね、夜10時には感想ライブ通常通りやりたいと思っておりますので、ぜひお付き合いください。まあキングのね、あの独特すぎる攻撃とかですね、ナンバーズのフーガのね、ヤマトとの関係とかですね、もういろんなちょっと話したいことがありますので、夜10時ぜひお付き合いください。で、映画のこともですね喋りたいと思っております。ぜひ夜10時よろしくお願いいたします。はい、ということで、最後のあの小紫、皆さん本物でしょうか、あれ偽物でしょうか。私はですね、今のところ本物だと思っております。その理由をちょっと話していきますね。まあ、本物である可能性としては、まず1つ目、エンマが反応したことですね。ゾロが倒れて三味線の音を聞くわけなんですよね。で、なんだこの音はと言っていて、エンマが何か反応してましたよね。暴走すると言いますか、まあ、ゾロの覇気を吸い取るような、描写がありました。あのエンマの反応っていうのはですね、ただいきなり反応したのではなくて、その三味線の音、もしくはおでんのもう一つの愛刀である雨の幅切りが近くにあったということを感じて反応したのではないかと思うんですよね。で、おそらく今回のサブタイトル、おでんの愛刀っていうのがありましたので、雨の幅切りが近くにあるということに反応してああなったのではないかなと、まあ、個人的には思ってるんですけども、小紫が仮に偽物であればですね、あれはですね、エンマは反応しないと思うんですよね。雨の幅切りも絵で描いてるわけですし、三味線の音っていうのも、まあ、言ったら本物の音ではないわけじゃないですか。それにエンマが反応するとは思えないんですよね。前にですね、まあ、偽物のおでんの絵に赤鞘とかですね、桃之助とかっていうのは反応したんですけど、あれはあくまで目で見て視認して感情を動かされたわけなんですよね。でも今回、そのエンマっていう刀が反応したっていうのは、見たわけでもなく何かをちゃんと感じ取らないとならないと思いますので、本物の雨の幅切りがそこにはあったとか、本物の三味線の音、小紫が弾いていた、自分の娘が弾いていた音がしたからこそ、エンマがそれを思い出して反応したと考えるのがですね、自分の中では自然なんじゃないかなと思います。また本物である二つ目の理由なんですけども、赤鞘を手当てした人物ですよね。まあ、そこが回収されるっていうところですね。まあ、これは第1004話ですねの最後のページで、まあ、宝物殿に倒れていた赤鞘不妊男たちがですね、何者かによって手当てをされていたわけじゃないですか。で、そこのシルエットの人物がずっと謎で、もう1031話まで来てるんですよね。もう26話7話過ぎて、やっとここで回収されるんじゃないかというところですね。日和はですね、前に桃之助とか赤鞘不妊男にはまだ会わないと言ってたんですよね。戦を前に情は禁物ということで、みんなにはまだ自分は会いますよっていうことを言ってたわけなんです。で、このセリフがちゃんと繋がってくるんですよね。どういうことかというと、手当てはしたものの、まだ金右衛門たちに気づかれたら、まあ会ってしまったことになるじゃないですか。情が行ってしまうということで、あくまで自分はみんなには会わないんだと。で、意識のない人物たちを手当てはしたけども、意識が戻る前に、まあ、近くに隠れたということだと思います。やっぱりですね、日和はそこに来てたと思うんですよね。鬼ヶ島に行く時に作戦がね、オロチに一回全部バレてたわけじゃないですか。あの時にオロチは光月日和生存北の大地っていうことを言ってるんですよね。ということは、あの場面で、まあ、いろんな橋を壊したりしてたわけですので、当然日和を殺すべく何者かを行かせてたはずなんですよ。それなのに日和が死んだという描写はありませんし、日和の話っていうのはあれから一切出てきてないんですよね。ということは、やっぱり日和っていうのは、おそらくお玉がですね、百獣海賊団の船をですね、まあ、操って鬼ヶ島に来れたように、その船に乗ってね、一緒に乗ってきたんじゃないかなと思うんですよね。またあの小紫、まあ、日和がですね、本物である可能性の3つ目なんですけども、日和がですね、オロチを殺したいと言ってるんですよね。これはゾロとの会話の中であったんですけども、日和の発言で、オロチは自分の手で殺したいぐらいですということを言ってたんですよね。まあ、もちろん20年前に母親も父親も殺されて、そして自分の存在を消してね、小紫としてオロチの下でね、ずっとね、我慢して我慢してきてたので出た発言だと思うんですけども、まあ、日和がね、自分の手で殺したいぐらい嫌いだと思ってることは確かなわけなんですよね。そこで雨の幅切りで人たちを入れて、まあ、あと人たちでオロチっていうのは死ぬところまで来てると思うんですよね。
なのでそこで積年の恨みを晴らすということがですね書かれるんじゃないでしょうか。まあね、日和はね侍じゃないのでそういったね刀を使って斬るという絵はちょっと浮かばないんですけど、例えばですねそこに大人になった桃之助が現れて日和の代わりに雨の羽ばきりを手にしてオロチを一刀両断するということはですねめちゃくちゃあり得る、まあ、見える展開だなと思います。はい、いかがでしょうか。まあオロチはですね最後桃之助とかね光月家の人間に切ってほしいですよね。そしてあの小紫が本物である4つ目の理由なんですけども、まあ勘十郎はですね死にかけというところがあるんですよね。前おでんを書いた時に言ってたんですけども、遠隔操作っていうのはすごい疲れるらしいんですよね。勘十郎っていうのはもう本当にもう立てないぐらい死にかけだと思うんですよ。あんなね綺麗なね小紫をね鮮明に書いて、もう花前坊もなんかドロドロしたはっきりしたものではなかったじゃないですか。あんな綺麗な小紫を書けるのかなと思うんですよね。そして遠隔で操れるのかなと思うので、やっぱりあれは本物なんじゃないかなと思いますね。いかがですかね。というかですね、偽物だったらこれ恐ろしいんですよ。勘十郎が生み出した絵ということになりますよね。勘十郎は勘十郎で、花前坊っていうでっかいね得体の知れないあの炎の化け物を作って黒住家というものに終止符を打とうとしてるんですよね。もう赤鞘とかね恨みを持ってる人たちを消そうと思ってあれを進めてるわけなんですよ。でも小紫までも絵だとするならば、勘十郎はオロチすらも殺そうとしているということになりますよね。おそらく小紫を描いてそれに踊らされるオロチを殺そうとしてると思うんですよ。ということはこれですね、勘十郎はもう全てを破壊して自分の命を全うしようと思っていると、そういうことになるんじゃないでしょうか。恐ろしいですよね。でもね、勘十郎なりにそういった壮大な一幕をね終わらせるというのはですね、それはそれで勘十郎美学みたいなものを考えると、まあ、あり得るんですけどね、怖いですよね。はい、皆様あの小紫本物だと思いますかね、偽物だと思いますでしょうか。あとですね、今回弾いていた音色見ましたでしょうか。まあ通常ワノ国では弁なんですよね。で楽器の音もベベベンとかですね、ベンベンベンなんですけども、今回小紫が弾いていた音色っていうのは弁じゃないんですよね、ペペンになってるんですよ。なんでこれはですね、どう捉えるかなんですよね。例えばベベベンと弾いてないので小紫ではないとも考えられますし、日和がですね幼い頃におでんに対して弾いた月姫ありましたよね、あの時はですねペペンなんですよ。なので日和が、まあ、父に聞かせたいような感じで月姫を弾いていたということであればペペンで合ってますので、まあ、どちらとも取れるかなというところですね。はい、どちらなんでしょうか。はい、皆さんのですねご意見とかもぜひコメント欄に書いていってください。で10時からは感想ライブをやりますので、ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。じゃあね